100円ショップ行ってんのにこれ見たことなかったわ、うん、本当に欲しいもの送りますから。じゃあこれはめちゃくちゃ嬉しいよ。即完売だった商品が唯一残ってたから、うん、どうも森三中です。はい、でですね、はい、今回はですね100円ショップに行っていただきまして、はい、お互いメンバー同士でいろいろ生活とか知ってると思うんで、はい、プレゼントしたいものを見つけてきてください、はい、なるほど、わかりました、はい、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。どうも森三中です。さあ本日はですね100円キーツでですねプレゼントしたいものを送り合おうということで、はい、買ってきましたね。はい、買ってきました。はい、じゃあまずは黒沢さんからいきますか。はい、じゃあ私いや本当に必要なものを買ってきましたよ。うん、いや必要だったら使えるから嬉しいよ。嬉しいよ。必要だと思う。黒沢さんから見て必要ってことでしょ。そうです、そうです、うん、じゃあまず、うん、大島さん。はい、うん、大島さんはすごくあの細かいですよね、うん、で整理整頓もお好きなんで、うん、もう本当細かいものもきちんと一つずつ整理するんですよ、はい、で自分でなんかこうトゥードゥーリストみたいに作ってるじゃないですか。やることとかやりたいこととかそれを全部こう線引いてってクリアしていったらもう気持ちが楽になるんですよね。す、すごく非常にあの顔に似合わずそれはそうですよね整理整頓されて大型なんですけども、そんな大島さんにはプレゼントはこちらです。なんだろう、16枚入りのクリアホルダー。あー、16枚いいんじゃないの。16枚っていうかサイズでしょ。そう、サイズ、このサイズ、領収書とかね。これめちゃくちゃいいんじゃないの。ほら領収書とかちっちゃいの、こうやって領収書とかこれぐらいのサイズ。黒沢さん、これ知らなかった。大島さん、うん、この大きいやつさよく会社でもらうじゃん、うん、あれ切って使ってたもん。そうなの。ねえ、え、切って使ってるやつでしょ。切って使ってるやつ見る、うん、領収書とか大島さんが使って、あ、こういうのほら切って使ってる。大島さん手作り、うん、手作り、あの角がないようにここちょっと丸くしてるんですね。ここ挟まないようにしてる。ちょっと大きさどう、大黒沢さん。あ、同じくらいなんじゃない。これ大島さん手作り。これほら欲しいサイズだよ。すごい、ほら見て、すごい。やっぱり20年以上の付き合いだね。これあるんだよ。これ切ってたとはね。すごい、ほらもう見てみ、ほらうわぴったり、うわすげえ、うわすごい、私のあのメモ帳がメモセットがね、またね、それはそれで使えるかもしれないし、ね、ありがとうございます。これは16枚入ってるから。すごい、16枚も100円で。すごいよ、100円ショップ行ってんのにこれ見たことなかったわ、うん、すごい、ありがとうございます。あるんだね。でも嬉しい、本当に欲しいもの送りますから。ありがとうございます。じゃあ村上さんね、次なんだろう、欲しいといいな。欲しいといいね、うん、これはめちゃくちゃ嬉しいよ。いいね、うん、必要なものでしょ、うん、なんかちっちゃいのかな、どっか行っちゃってるのかな。あれあれあれ、どうした。やだよ、ないとか。え、あれ、え、なんだろう、どこ行った。ちょっと待って、私も心配になってきたな。あるかな。あれ、なくなってる。そんなことってある。ないの。一番上にあったわ。やだ、信じられないんだけど、いやいやいや、こういうね、あなたたちよりも1歳年上だからね、私の方がこういう風に来年そうなる、日々来年こうなりますから、もう自分が使いやすいようにして始めちゃって。さあ、本当に必要なもの、はい、何だろう、村上さんが、はい、じゃん、これ日テレの入荷場所がもうボロボロになってきましたよね。なってきてますですよね。なってきてます。なので本当に必要なもの。あ、嬉しい、これです。嬉しい、はい、ありがとうございます。結構ね、もうあの
角の方がね、あのモサモサしてきちゃって、あ、そうなんだ、嬉しい、本当に必要なものですよ、ね、これ必要ですよ、リアルに、リアルでしょ、リアルなやつだね、もうリアルだよ、黒沢さん入校書類、すごい、嬉しいわ、はい、よかったね、必要なもの、必要でしょ、必要なもの、いざという時にあったらいいよね、やっぱりこう、そうそうそう、必要、必要なもの、しかもちゃんとしっかりしてんな、これ、本当だね、すごいよね、幅広いよね、いいいいいい、こういうのはちゃんと、うわ嬉しい、ありがとう、素晴らしいです、ちょっとじゃあ私行こうかな、はい、はい、じゃあまずは、うん、大島さんに、はいはい、大島さんは唯一あの車を運転するので、うん、森さんちの中で、うん、ちょっと車グッズ、うん、これ車の、うん、車用動物タイプのクッションです、うん、これ車の、うん、あの枕のところに引っ掛けるなるほど、むしろゴムついてる首のここね、そう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 、引っ掛けるやつ、怖い、人が乗ってない時猫が運転してるみたいな感じになるね、これ怖いよ、ほらこうなるんだよ、そう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 、えいいんじゃない、耳にとまってるし、これね、車にこういう風にね、そう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 、でも近寄らないかも、この車に、なんだこの車ってね、いや持ってる人がここでしょ、そう、いやそうやってたら分かんないけど、大島さんが降りた時にそれがずっといるからね、これずっといるから、あのさ、うん、運転してしたことないでしょ、うん、運転したことない、ここに頭こうやって運転するする時なんか一つもないよ、ああいやだから違う、それ後ろの人とかじゃない、ああ自分じゃなくて、うん、後ろの人とかもいいと思うよ、うん、あ、そういうことね、後ろの、うん、後ろのあの4つぐらい欲しかった、いらないいらないいらないよ、みんなほらこれ、しかももうちょっと可愛い猫いなかったかな、怖いよ、この猫じゃないのとかはあったよ、フクロウみたいに見えるもん、そう目だね、うん、ありがとうあれあんまりハマんなかったかな、100円であの黒沢さんはね、私ね普段ね、はい、あのちょっと気になってることがあって、はい、いつも、本番前にご飯食べるときに、はい、結構カレーうどんとか、うん、お蕎麦とかを食べるときにすごいこの辺気にして、うんうん、はい、自分であの着てた、肌着とかをここに引っ掛けて食べてるじゃないですか、インナーをね、そう、はい、だからインナー、ね、そう、それでこう衣装が汚れないように食べてるから、うん、あえてキッズエプロンを、キッズエプロン、あいいじゃん、なるほど、そう、これをこのキッズだからちっちゃいし、こうやって折りたたんでカバンに常に入れとけば、うん、さってこれ1枚かけるだけで、うん、確かに、防げるかなと思って、確かにね、うん、これね、あそうそうそう、いいじゃん、あ、これね、そう、あキッズ、いいじゃん、そう、あ、ちょうどいい、ちょうどいい、確かにいつもここ肌着につけてる、そう、あれが気になってたんだよ、私あれあんまり気に入ってない、いや、持っていくのが大変だなと思って、いや、だから薄くしたのよ、ずっとカバンのポケットに入れとけばいいんだから、こういうのもうね、あら、ありがとうございます、はい、使う？いや、まだちょっと一回じゃあ使わないのかな、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、じゃあ続いて私ですね、うん、私が2人にあげる、はい、ムーさんと黒沢さんって、うん、まあ、2人ともそうなんですけど、こうあんまり掃除得意じゃないじゃないですか、うん、はい、うん、なのでこれはいいですよ、うん、洗面台のゴミガード、これを洗面台の、うん、こういうとこあるじゃないですか、うんうん、ここにサッと入れとけば、バラないてんですけど、サッとやっとけばここが汚くなるじゃないですか、洗面台って、わかります、洗面所ね、洗面所の、うん、ここ、ね、ここをさ、うん、洗ってる、こう、上積み下もやっぱ黒くなってたりするから、うん、これさえあればきっと綺麗になってるよ、下開けたことないよ、多分とんでもないことになってると思う、ね、うん、やったことないんだったら相当やばい、これ以前の問題かもしれない、うん、これはもう3人分買ってきたの、これもっと洗えるの、これ、いや、うちね、詰まりやすいんだよね、逆に、え、これ乗っけちゃうともう全然流れなくなっちゃうの、どんだけ詰まってるの、それ、いや、詰まってるんじゃなくて、この網が2つあるの、はい、2個下にも、じゃあちょっといや、使う人は使った方がいいかもしれない、うちはまだ届いてないから、やって必要なかったら、ってありがとう、気持ちは嬉しい、じゃあムーンさんに行くね、はいはい、じゃあムーンさんにはこちらです、うん、ミッフィーのお箸です、かわいい、お箸、うん、あのね、ダイソーさんとミッフィーがコラボして即完売だった、うん、
商品がめちゃくちゃあるんだけど、唯一残ってたから、うん、こんなボコってなってる。なんでだろうね。なんでだろう。唯一残ってたのかな。唯一これだけ残ってたの。これは買わなきゃいけないと思って、ちょっと見てみて、可愛いから。可愛いよね。ほんとね、売り切れになっちゃうんだよね。ね、うん、そうなんだ。そう。可愛い。可愛いね。いいね。ミッフィー。これはほら。ムーさん家にいろんな人が集まるでしょ、うん、そういう時に出せたら可愛いかなと思って。なるほど、お客さん来た時にね。そう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 、可愛いよね。可愛いよね。実用性だね。実用性がある、うん、2つとも。ありがとう。あともう一つ、うん、見て、具材が散らない千切りピーラーなんだけど。具材が散らない、具材が散らないの、うん、簡単にできる。でも大島さんが一番使うんじゃないの。そうなんだよ。でも大丈夫大丈夫、2個買ってた。あ、そうなの。2個買ってた。じゃあ使わせてもらおうかな。いいよ、これ絶対いいと思って買ってきた。へぇ、千切りピーラー。そっかそっか。あれが本当にめんどくさいの。なるほどね。手切っちゃうこととかあるんよ。あ、危ないんだよね。あ、危ない危ない。ありがとうございます。ということでした。ありがとうございます。じゃあ私はこれとこれをもらいました。私はこれとこれをもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。使わせていただきます。はい、以上、森さん中でした。